これで宇宙は私のものだ。誰かのために生きること、守りたいものは何だ、なくしたくないものはならば諦めたりできないだろう。どんな時も怪獣無法地帯と化した惑星ボリスを脱出して1ヶ月が過ぎた。満身創痍のペンドラゴンとゴースタードラゴンは途中ザップスペーシーの宇宙基地に立ち寄り、ボリスの生存者を地球へ送り届ける役目は宇宙船モリガンが引き継いだ。我々は船の修理を待って地球へ帰還する。まだ信じられません。あの恐ろしい惑星から脱出できたなんて。我々の想像をはるかに超えた事件だったからな。レイがいなければとても助からなかっただろう。そうですね。ところで地球本部にレイの報告は？まだだ。本部にレイのことをどうやって理解させるか、今しばらくあの件は俺とお前だけの秘密だ。いいな？はい。でもよかったんですかね副長。ん？お兄さんと宇宙船モリガンで一足先に地球に帰れたのに。責任感の強い人だからな。正直ペンドラゴンに残ってくれて俺は嬉しいよ。でも惑星ボリスは僕にとって貴重な体験でした。また始まった。地球では50年も前に絶滅した怪獣たちと出会えたんです。意外だったな。実際に見るとレッドキングの第二頸椎は。もうたくさんだよお前の怪獣攻撃は。ボスのセリフじゃないが、俺たちは荷物を運ぶのが仕事だ。怪獣退治の専門家じゃない。そうですけど。なんならお前だけもう一度ボリスに戻るか。とんでもない。お前は地球の人間ではない。私と同じレイ・ブラッド星人。俺は人間だ。その姿どこが人間だ。
バトルナイザーが。ああ、ボリスを脱出してから何か変なんだ。うまく説明できないんだ。でも俺が調べて構わないのか。お前の大切なものなんだろ。だからクマさんに頼んでるんだ。そっか。なら、ペンドラゴンのコンピューターで解析してみよう。頼む。驚いたな。バトルナイザーの内部はメカと有機体が複雑に絡み合ったハイブリッドだ。ハイブリッド、はあ、分かるか。こうしてる間も内部の構造が少しずつ変化してるだろう。バトルナイザーは成長してる。成長？いや、まだ確信があるわけじゃないが、レイ、こいつは簡単に解析できる代物じゃないぞ。はい、警備班です。開けてください。警備班。君だな、宇宙船ペンドラゴンのレイという乗員は。おい、開けろ。俺が何をした。おい、開けろ。おい、なぜ私のクルーを拘束したのか説明を願います。ボリスの生存者で現在宇宙船モリガンで帰還中の阿藤科学主任から報告があった。そのレイという青年は何でも怪獣を操ることができるそうじゃないか。本当なのか。君はなぜその報告を怠った。そんな危険な人物を黙って地球へ連れ帰るつもりでいたのか。その青年は何者なんだ。彼は我々の仲間です。仲間？彼のおかげで我々はボリスから無事生還できたんです。もし彼がいなかったら。ヒューガ船長、すでに調査チームがそちらへ向かった。ペンドラゴンの乗員は別名あるまで待機。以上だ。
何者だ。わからない。俺を狙ってきた。緊急退避、緊急退避。能力度は10分以内に臨界点に到達。全員速やかに基地から退避せよ。よし、ペンドラゴンで脱出するぞ。第7から第13ブロックまで封鎖されてます。メンテナンスチューブを経由してどっか急ぎましょう。そいつをどうするつもり。この男はあなたの命を。こいつは俺の秘密を知っていた。連れて行って情報を聞き出す。急ぐぞ。了解。助けられた。アームホールだ。アームホール、危険です。ボスコースを変更してください。操縦桿が制御不能だ。
丈夫か、レイ。ああ怪獣だ。もう一体いるぞ。
俺の他にもレイオニクスが。この惑星は一体空に輝く幾千の星、巡り合えてる奇跡、あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ。喜び伝え合える、悲しみを分け合える、疑うことのない絆。溢れ出すこの想いは愛の印、降り注ぐよ君の中に。透き通るその瞳に夢を映そう。帰ってきた。大怪獣バトルファイル、今日の怪獣はこれ、古代怪獣ゴメス。鋭い牙が自慢の凶暴な怪獣です。その怪力はゴモラにも負けていませんでしたね。ゴメスは肉食の古代哺乳類、正式な学名はゴメテウスと言います。学名か、なんかそれ学者っぽくてかっこいいな。え、そうですか。ああ、正式な学名はゴメテウス。ゴメテウス、もういいよ。じゃあまたね。感じるんだ、レイオニクスの血を。ハイパーミサイル、シャー。なぜ余計な真似をした。これは俺の戦いだ。なんでデンドラゴンを改造する必要がある。全てのレイオニクスとそれに関するあらゆるものを抹殺しに来た。レイオニクスハンターだ。逃げる相手から無意味に命を奪うなんて。グラニューブランチャー発射。